韓国で最近女性がうまいという言葉についてうまいと美味しいって、ね、そう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 、そのうまいという言葉につきまして、うん、日本人もいろいろ動画をアップしてるんですけども、韓国人からも、日本語勉強してる韓国人からもこれは男性の言葉だって言う人もいれば、いやそんな関係ありませんよ、女性も使いますよっていう説明もあるんですよ。だからうまいという言葉について日本人はどう思いますか？私はで言うと、うまいって言う、いまで言ったらちょっと男っぽく感じる。私はなんか女の子はなんかこう食べて美味しいっていうよりもうまーって言ったらなんか女っぽい。でもなんか逆に男ってうまって言うじゃん、そのいいがなくてちっちゃいつがついたりとかすると逆にちょっと男っぽいってイメージもあったんだよね、私は。あ、そうか、ちょっと逆なんだ。そうよね、なんかもう男の人もなんか男の人はなんかうまっみたいな、うまっみたいな感じだけど、女の子はうまっみたいな。多分それがそこで韓国人で結構混同してると思うんだけど、女性語と男性語が実は日本語にはあるわけじゃん。俺とか僕とかは、僕は別、まあ女性あれ使う人もいるけど、それでもちょっと変わってるって思うじゃん。僕とかは本当にもう男性の言葉で、文章の最後に和をつく、あ、美味しいわっていうのは本当になんか女性言葉みたいな感じがあるでしょ。だからそこをうまいって言葉は女性語と男性語に分けられてっていうイメージがあるっていう説明があるんだよね。でも私の思うにはうまいは女性語でも男性語でもない。ただ日本人の男性が思ってる女性の理想上にはうまいという女性はいない。あ、そうまい話、なんか最近インスタグラムとか SNS でうまいっていう言葉は男性語だから女の人は使っちゃダメっていう人もいれば、それは男性語じゃないですよ、女性も使いますよっていう、そういう話があるんだよね。でそれは男性語と女性語って分けられるとちょっと多分日本人から見るとそう違うなって思うと思う。でもそれ言ってるのって男性の理想を言ってるよね。そうでも女はあんま言わんよね。そうだから女の子はうまいって言わないでうまって言う。うまこれみたいな。まあそうそうです。でも今日私今日結構何回も聞いたもん。美味しい。それも例えばこうやって女同士におるときうまって言うけど、男性の前で言うから美味しいって言わない。うまって言う。でもそれってやっぱりちょっと意識的に可愛く言おうと言ってる。いや、別にあんまり気にしてない。でもそのうまいじゃなくてうまっていうところ自体が本当に強く言うわけじゃないじゃん。違う。あの女の人うまいっては言わないね。うまいっては言わないね。うまいっては聞いたことある。うまいまでは言わないよね。だから日本のドラマでもう本当に定番の場面だけど、お互いに気があるとか、恋人同士だけど付き合ったばっかりの人で、男の人がうまいって言ったら、普通に行くって言って、あ、行くとか、食べるって食べるって。で、うまいって言って、うまいじゃなくて、女の子って必ず美味しいって返すドラマの場面が私の頭の中にあるんだよね。だからその時は、まあ付き合ったばっかりとか、まだ気があって、まだ付き合う直前だとしたら、女の子は結構その女性らしさをアピールってまでではないけど、とりあえずその女性らしさが出てくる場面だし、それは脚本を書いてる人もその女性らしさとか、男にまだ女性でいたいっていう気持ち表してるんじゃないかなって思ったんよ。それはでもあると思う。確かにうまいって聞かれたら美味しいっていうね。え、あと女の子はうまとかうんまっていう、アレンジしてますね。だけどうまいって言ったら男っぽいから、それを多分女っぽくアレンジしてるから、そのうまいは多分日本人の男性の女性に対する理想がすごい含まれてると思う。